はい、こんにちは、116ウィンズです。さて、2024年のアメリカ野球殿堂入り選手が発表され、レンジャーズなどで活躍した強打者エイドリアン・ベルトレ、ツインズ一筋で活躍したキャッチャージョー・マウア、これまたロッキーズのフランチャイズプレイヤーとして活躍したトッド・ヘルトンの3人が殿堂入りを果たすことになりましたね。ベルトレーとマウアーの2人は資格初年度での殿堂入り、ヘルトンは今回が6回目の投票で、これまでキャリアを通してクワーズを本拠地としていた分、成績の割に投票が伸び悩む時期もありましたが、ようやく向かれてよかったです。それにしても3人全員全盛期のプレーを自分が MLB ファンになってから見てきた選手たちですので、その彼らが殿堂入りですか。まあ最近は毎年の殿堂入り投票のたびにそんな風にも思っている気もしますが、自分も随分長いこと MLB 見ているんだなと思ったものです。今回の殿堂入り投票において驚異の 95.1% の票を集めたベルトレさんはさすがの強さでしたね。21年間通算でベースボールレファレンス算数のウィンズオールプレイスメント 93.5 を叩き出したサードで、これは通算でサードでの出場が 50% 以上ある選手たちの中では歴代3位に相当する数字です。ウィンズオールプレイスメント以外でも通算3166安打、477本のホームラン、守っては通算 DRS プラス200、 UZR プラス179と攻守ともに文句なしの成績を残していますので、まあ当然の一発殿堂入りだと思います。今回の得票率 95.1% はドミニカ共和国出身の選手としては史上最高で、歴代でも17番目の得票率だったそうなので、投票する記者の方々からしてもやはりベルトレは殿堂入りクラスの活躍を見せた、これは概ね共通認識だったわけですね。そんな名選手、偉大なキャリアを歩んだベルトレですが、彼は2000年代途中マリナーズに在籍していたことでもおなじみですよね。2005年から2009年までの5年間チームに在籍し、マリナーズのサードを守ってきました。もともとデビューはドジャースだったベルトレですが、 FA イヤー直前の2004年にキャリアハイとなるホームラン48本を記録し、その実績を買いまして、当時強打者の補強を目論んでいたマリナーズ元井某 GM がリッチー・セクソンと共に FA 市場から連れてきたのがベルトレでした。マリナーズとしてはベルトレがドジャース時代の最後に見せたように打線の中軸としての活躍に期待し、ホームラン量産に期待していたことでしょうが、ただ残念ながらベルトレは当時右打者地獄だったセーフコフィールドで攻撃面では苦しんでしまい、成績の面では伸び悩んでしまいました。シアトル時代のベルトレがどれほどバッティング面で苦しんだかと言いますと、こちらが彼の在籍チーム別のベルトレの OPS と WRC プラスとなります。デビューしてからの7年間を過ごしたドジャースでは OPS8 割にやや満たないくらい、 WRC プラスではリーグ平均より微妙に上という程度で、マリナーズ退団後1年だけプレーしたレッドソックスでは WRC プラス140と大爆発、その後加入し引退までプレーしたレンジャーズでは WRC プラス128と、長らくレンジャーズ打線を支える活躍を見せてきたのは皆さんもご存知のことでしょう。ではマリナーズ時代の OPS と WRC プラス、こちらです。在籍4球団の中では一番悪い、 WRC プラスに至っては100を下回っているような有様です。最終的には通算3000安打以上、400本以上のホームランを打つことになる選手なんですが、マリナーズでの5年間は正直良くてリーグ平均程度の総合的な攻撃力しかなかったということになります。5年総額6400万ドルという当時としては大型契約を結んでいたこともあり、ベルトレの微妙な攻撃力は批判の的となってしまったことも、まあやはりドジャース時代のようにシーズン48ホーマーとまではいかないにしても、スラッガー的活躍に期待していたからこそ期待外れの感も強かったのかもしれませんね。ただ確かにバッティングは期待していたほどではなかったかもしれませんが、当時から守備は最高で、マリナーズ時代にも2度ゴールドグラブ賞に輝いているくらいです。そのおかげもあってか、実はマリナーズ時代の5年間合計でウィンズオールプレイスメント 21.2 も残してるんですよね。基本的に頑丈で試合に出続けてもくれましたんで、まあ普通に大型契約に見合うだけの活躍は見せたと言ってもいいんじゃないでしょうか。とはいえ先ほども触れた通り、マリナーズ時代の攻撃面はやはり微妙なところもありましたんで、そこからレッドソックス、レンジャーズでの9年間を経て余裕の一発殿堂入りが叶うくらいまで通算成績を伸ばしてきたのは本当にすごいことです。またベルトレはキャラクター面も超魅力的な選手ですよね。片膝をつきながらホームランを打つ、彼の代名詞的プレーもさることながら、例えばマリナーズ時代のチームメイトであるキングことフェリックス・ヘルナンデスとの関係性は有名で、毎度じゃれ合う姿が印象的ですし、レンジャーズ時代のチームメイトであるエルビス・アンドラスとの関係性もいいですよね。ベルトレがサード、アンドラスがショートと長くレンジャーズの三遊間を支えた2人で、アンドラスが内野フライを補給しようとした際、ベルトレもエア補給する素振りを見せたり、あるいは逆もしかりでアンドラスがエア補給をするような感じもあったりと。またベルトレは頭を触られるのが嫌いらしいのですが、アンドラスは常にベルトレの頭を触るチャンスを伺っていて、毎度触ってはベルトレにキレられる光景も2010年代のレンジャーズでよく見たものです。
ベルトレも毎度しっかり切れて、一度投手交代の際に内野陣がマウンドに集合した際、アンドラスがベルトレの頭を触ってきて、それに切れたベルトレは何を思ったのか、自分のグラブを思い切りアンドラスに投げつけたのもまた有名なシーンですよね。この他ベルトレはとにかく面白いプレーも多く、多分 YouTube で調べればいくらでもそんなプレー出てきますが、個人的には挟殺プレーでタッチされるのを回避するため、ベルトレが思い切り外野に逃亡したのが特に好きですね。何やってんのと言わんばかりに三塁塁審のフィルクジーに怒られるのも含めて、なかなかの面白プレーです。一発殿堂入りするような選手でありながらも、こういった部分も持ち合わせていたからこそ、多くの人からも愛される存在であったんでしょうね。続いてはマウアーですが、マウアーが一発で殿堂入りするのは少し意外ではありました。15年間通算でウィンザーリプレイスメント 55.2 を残したキャッチャーで、キャッチャーの出場が 50% 以上の選手としては史上9位となります。マウアーはキャッチャーとしては超一流の打力を持ち、首位打者にも3度輝いていますが、身体的な消耗が激しく35歳で引退となってしまいましたので、積み上げのスタッツは他の殿堂入り野手と比べたら少し少なめであると。もちろん通算でウィンザーリプレイスメント 50 以上を残しているキャッチャーは全て殿堂入りを果たしていますので、マウアーの殿堂入り自体に全く異論はないものの、マイク・ピアッツァみたいに一発では入らず、数年かけて徐々に得票率が上がった結果として入る展開かなと思ったりもしていました。そういう意味で少し意外だったわけです。マウアーはキャッチャーとしてだけではなく、単純にバッターとしても卓越したバットコントロールが強みの選手で、有名なエピソードとして高校時代通算で1回しか三振したことがないというのもあるくらいの選手です。2001年ドラフト全体1位指名をツインズから受け入団すると、2000年代後半からキャッチャーのレギュラーに定着し、特にインパクト強かったのは2006年から2009年のスパンですよね。この間4年間で首位打者3回、特に2009年は化け物じみた成績を残し、138試合で打率3割6分5厘。マウアーはパワーで鳴らした選手ではないんですが、この年はキャリアハイとなるホームラン28本、 WRC プラス170、 MVP にも輝くことになりました。その後もハイアベレージをマークし、そら通算打率3割超えるよなと、そんなバッティングを常に見せてくれたのがマウアーです。脳震盪をはじめとした身体的な消耗が彼のキャッチャーとしてのキャリアを30歳で、プロ野球選手としてのキャリアも35歳で閉ざしてしまったのが残念でありますが、その功績は今後永遠にアメリカ野球殿堂に刻まれることになりました。そしてヘルトンもついに殿堂入りとなりましたね。17年間通算ウィンザーリプレイスメント 61.8 を残したファーストで、通算 OPS 9割5分3厘、 WRC プラス132を叩き出した強打者です。ただキャリアを通して打者に極めて有利な環境として知られるクワーズフィールドを本拠地としてきたせいか、通算成績の割にはなかなか正当には評価されず、得票が伸び悩むこともありました。殿堂入りするためには得票率 75% が必要なんですが、資格初年度の2019年は得票率 16.5% 止まりでしたからね。よくここまで上がってきたなと。2020年にヘルトンと同じく全盛期をロッキーズで過ごしたラリー・ウォーカーが殿堂入りを果たし、そこでちょっと風向きも変わり、票を伸ばしていった側面もあるんでしょうか。個人的にヘルトンといえば、やはり自分が MLB を見始めた時期的にもちょうど彼がロッキーズの中心として打ちまくっていましたので、ロッキーズといえばヘルトンのイメージが強いです。もちろんクワーズの恩恵を受けていた側面はあれど、毎年余裕で3割オーバーのアベレージを残しつつ、20本から30本くらいのホームランを打ち、さらにアプローチ面も超一流と、三振よりもフォアボールが多い年も結構な割合であるくらい。ヘルトンの活躍とは裏腹にロッキーズは長く勝てない時期が続きましたが、2007年シーズン最後の15戦14勝、パドレスとの163試合目も制して久々にプレーオフ進出を決めると、 NLDS と NLCS を全勝しての初のリーグ優勝、オクトーバーとロッキーズをもじってこの快進撃をロクトーバーと呼んだりもしますが、長年勝てなかったチームがついに掴んだ栄光、ワールドシリーズ進出を決めた時のヘルトンのガッツポーズにはいろんな思いが詰まっていそうで、あれも個人的には結構印象的なシーンですね。また DH のない当時の NL で引退までファーストを平均以上に守ったのも評価に値するでしょうか。ということで、偉大な選手たちが殿堂入りを果たした今回、少し気が早いですが、来年はいよいよイチローさんや CC サバシアといった選手たちも投票に登場します。イチローさんの殿堂入りはおそらく日本でも今後注目を浴びることになるだろうと思っていますが、日本人史上初となる殿堂入りを一発で叶えてしまうんでしょうか。メジャーで3000本安打放った時点で一発殿堂入りに関しては問題ないと思っていますので、あとは得票率がどれくらいになるかですね。こちらも楽しみにしながら今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。